はい、ということでここからは副音声でお届けしていきたいと思います。もうね、15分の合わせっていうもう短さに圧倒され、思わず笑っちゃいました。まだ始まってないのに終わりが寂しいなんていうおでんちゃんはなんて可愛いことを言うんでしょうね。本当に確かに、できればもう少し長くやっていたかったです。やってみましょうかね。はいって、なんとか絞り出しました。ちなみにこれユッキーさんの目大きいなって私ずっと思ってました。この1曲前の合わせの時から常に目が大きいって言われてましたけど、ユッキーさんもね大きいですよね。でこう全員と初対面なのにこの距離感、こうみんなでこのワイワイできるっていうこの感覚がね、久々でもう本当楽しくてしょうがなかったです。ということで、本日演奏するのは荒川真奈さんをお招きしてなんと初合わせ15分でいきたいと思います。いや15分で本当にやるんですよこれ。恐ろしいですよね。これはちょっとくせ者ですよね。踊りながらじゃないといけない。いや私も踊ってたいぐらいでした。いきましょうか。はい、最後に、ということで初めての音出しがスタートしました。もうどうなるだろうなって思ってましたが、本当に初合わせなんですよね。果たしてどうなるのでしょうか。この時、うん、きゃー、あすみさんのあるとーって私はもだえそうになっておりました。グリーンレーンの皆さんとハーモニーを作ってるんですよ。恐ろしくないですか。いやー、あすみさんとハモってるー。もう久々のねアンサンブルなんで、もうウキウキでドキドキで、もうかなり楽譜ガン見していきましたよね。おでんちゃんのメロー来ました。はい、もうバリトン優勝間違いありません。はい、バリトンとの絡み最高でございます。ごちそうさまでした。ユッキーさんとの一体感、よーく聞いてください皆さん。耳すまして、はい、あさみ様のメロディーを支えてる感もう堪能しております。もうネタじゃなくて割と初期からね追いかけてました。ただのグリーンレインオタクとしては私とくでしかないアンサンブルでございますよ本当に。はい、店長来ました。はい、おでんちゃんのターンです。いやー、もうこっそりやるこのバッキングがたまらんですよ。カルテットの醍醐味、ほんとそう。いやー、ここ崩れたの私のせいかな。もう絶対二度とやらないって誓ってました。この辺からグリーンレイさんの癖っていうか、それぞれのなんかこうニュアンスがなんとなく分かってきたぐらいの時ですかね。そんなにねあっちこっちを見なくても結構皆さんこうニュアンス出してくださるので、すごい分かりやすかったですね。もう他人とやるのがもうね楽しすぎてね笑ってます。遅くなったよねってすぐこう反省できるのも大好きです。難しいですよねテンポが。いやもうこのテンポ取ってるおでんちゃん可愛すぎますよ。なんか全員で怪しくなった。どこだっけ G ぐらい、うん、うん、あ G だ G。 みんなでめくりに気を取られた。あーなるほど。
さえめくれればね、もうどうにでもなりますよ。そしてちゃんと2回目にはね、あ、やばかったなさっきって思ったところを修正できる。ここがね、素晴らしいところでございます。なんかこの辺もっとバラバラしますよね、初めての時っていつも、うん、確かにすごい。こすれさすが違います、違います。これやってて一番ニュアンス違うなって思うところってどういうところですか？横と縦のアクセントの違いをどう吹いてるのかちょっと知りたいです、うん、皆さん。とあとなんかグリースサウンドの位置、あ、うん、向かってるのかアクセントの方だけで抜いてるのか、うん、このあたりちょっと知りたい。 C から D くらいまでやってみますか。そうです、伴奏だけにします。はい、この伴奏だけ合わせるっていうその感覚だけでもうちょっとテンション上がりますよね。ダララってやってます、あの上に向かってあ、ですね、うん、ダダダダ2個あるけど1個目押しみたいな。で、私は今 OK です、やってます。ダダダダルダラダラダ、ちなみに323とかのタリラタッタッタリレタはどこが一番メインにしてます？あ、細かいとこ聞いてる。タララタッタの方がメインなのか、ダの方にしてるのか、タリレタッタッタリレダなのか、タリレタッタッタちょっと変えてるとか、あんま変えてない、あんま意識してない、あんまり変えてないかもしれない。 OK です、迎えてみます。そうですね、はい、お願いします。お願いします、うん、なんかバラけたね。私がちょっとアパイアンの方がもう一回だけやってもらってもいいですか？はい、細かいところやってるなって思うと思うんですけど、こういうところの裏が、裏のメロディーみたいなのがこうバシッと決まるとね、アンサンブルすごいハマるんですよ。あれちょっとテナーでやってみたいな、わかんなくなってきた。ちょっとね、考えさせすぎましたね。ここは反省してます。アルテコテナーで吹き方違うなっていう風に感じたんですよね。だからここが揃えばもうちょっとこうアンサンブルとして成り立つんじゃないかなと思って、すごい小さなニュアンスをインプットしております。この時もう一回だけやってもらっていいですか？よーく聞いてみてください。過去一揃えてるはず。動画のレッスンの感じがすごいそうですね、うん、やっぱりキャラクターが出ますよね、うん、なんでしょうね、すごい丁寧、うん、多分長年のあれとかあるじゃないですか、こうきっとこの人この辺だろうなっていうのは今分かってないから言葉で聞いちゃうかもしれないです、うん、あ、頭使って演じたいの、うんすごい自分が一緒にやってるけどすごい勉強になる。いや、こちらこそ勉強になってるんですよ、ありがたい。やってきますか、もう一回。あ、みんなでやりたいかも。はい、めちゃめちゃスッキリしたと思いません？さっきのやつとね、聞き比べてみるとね、かなり変わってるんですよ。整理すればこうよどみがなくなるっていうのがね、もうほんとアンサンブルのいいところっていうか、もう醍醐味でしかないと思うんですよね。なんかパチッと感が、うんうん、ちょっと新しい神経回路がつながりました、うん、いや私なんか今ハマったぜみたいな勝手に今すごいここら辺でガッツポーズでしたけど、でのとこ聞くとで、あそこやみたいな、あ違うんです、合わせたいとかじゃなく、うん、めっちゃ聞いてたから3パターンぐら
らいあげてます。あります、あります。全部見てるから見てるからパレットみたいな。もうこれはただのオタクのザレ事ですね。ありますね。ここ三連符の聞き方を知りたいです。愛とか急に出てくる二拍三連、うん、このあたりのニュアンスが私が揃えきれてない感じがするので、なんか愛くらいから上三人でやりたい。そうですね、上三人。うんうんうん、この辺聞いてるとアルトとテナーアンサンブルの中でめちゃめちゃ重要だなって感じません？ここの2人がハマってるかどうかがもう全体をね担ってるんですよ。どっか長さが全然違う。愛からの5小節目6小節目あたりの、うんうん、がなんかちょっと、もう一回言っていいですか？お願いします。はい、じゃあ、うん、うん、アルトとテナーって内声内の声って書いて内声って言うんですけど、この内声がこう外声ソプラノとかバリトンに寄り添ったり、2人内声だけになったりっていうところがね結構あるんですけど、そこをいかに整理できるかっていうのを考えるとすごい良くなります。あー、何何、うん、あーめっちゃ聞いてたからなんかそういうことかと思って、多分なんかそういう話をユキさんは分かってくださったんじゃないかなと、まあ、聞いてるとね、あ、こう、ここは合わせたいんだろうなこの人はみたいなのがね聞いてるとなんとなく分かってくる気がします。あ、だって3連符の人、あ、そうかってなるほどなるほど。いやなんか2アルトが、ね、すごい気持ちよく聞こえてます、うん、今なんかそっちモードのあすみさんがいつもよりギュインって聞こえます。ギュインってしてる、うん、パワーアップしてる。パワーアップしてるって考えてくださるなら嬉しいことですよね。あ、終わった。あ、そう、なんていうタイミング見てた、見てた。もう一回ここみたいなこと今言おうと思ってた。はい、行きましょうか。はい、本番。
本気の絞り出したとってもでした、はい、グリーンレイの皆さんの過去一真剣を引き出せたのならもう本望です。はい、はーんって思ったおーすごい、なんかこの辺の音にすごい集中してた面白い、うん、いやーここ数ヶ月分のアドレナリンをおー下着をしますグリーンピースの皆さんでまだ荒川マラさんのチャンネルを登録してない方はぜひ今ポチってしてくださいね。今すぐ動画消してほら行ってきて、荒川マラさんのチャンネル今行ってきてほら早く消して圧がすごいでもマナさんの方あのチャンネル登録者さんも見てくださってるかもしれないので、よろしくお願いします。今すぐ登録してしてると思うけどこんな感じでよろしいでしょうか。完璧です。いや、また機会があったらこちらこそです。ぜひぜひ楽しかったのでまた呼んでください。あ、もちろんです。でもポッチなんで一緒にやりましょう。でも4人揃ってグリーンレイさん見たらもうちょっと大変ですよちょっと大変ですよ。ここにちゃっかり座ってますけど、どっちかって言ったら見てたいからね。いや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 、見てたいからね。今度はクインテッドでいきましょう。いやー、ぜひ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 、パリ2本とかね。あ、いいですね。ぜひぜひお願いします。すごい、いや楽しみ。この動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録してねー。